蓮舫議員。委員長が安倍総理を注意する場面もよくあります。ガネットで話題。内容はこちら。福山議員の尾身先生に対する威圧的質疑の問題で、蓮舫議員が、安倍総理もガーと言っているようです。では、蓮舫議員の主張を見てみましょう。蓮舫、立憲民主党、立憲。安倍総理は、自責からヤジを飛ばしたり、意味のない質問、と声高に言ったり、大臣の答弁が不安定な時には、事務方を指さして、答えて、と指示することがよくあります。とても内閣総理大臣の国会における行為ではありません。予算委員会でその度に抗議、委員長が安倍総理を注意する場面もよくあります。ラサール氏のフェイク動画というフェイクを引用し、ツイートしてる時点でアウトでしょ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。またゴールポストを動かし始めた。ああ、すり替えやってんのか。ずる賢いね。論点すり替えはやめましょう。蓮舫議員は、尾身先生の発言を途中で遮断した福山議員の暴挙についてどう思われますか？次はこちら。福山謝ったのに。本人が謝っちゃったね。福山のあれは謝罪なんかじゃないだろ。蓮舫議員もラサール維新と同じく福山議員をかばっているようですが、本人は一応ちゃんと頭を下げましたよ。それが答えなんじゃないですか？次はこちら。ツイッターやめたらいいのに。支持率下げようとしてるとしか思えない。噛みつけば噛みつくほど嫌われるって学習できないのか。もう批判はやめましょうよ。もううんざりですから。最後はこちら。罵倒は全国的に。謝罪は自分とこのネット番組でこっそり。これまでの野党のパワハラは、民間だったら訴訟になってるレベル。日本の医者を敵に回した自覚がないのかな。同僚もカンカンだったよ。特定野党は、自らの態度を改めるべきです。今を逃したら、もう後はないと思います。結論。蓮舫議員は、今回の福山議員の問題を、なぜか安倍総理の過去の件を持ち出して批判してますが、それって論点すり替えですよね。まるで子供のやることですよ。まずは、今起きている問題と真正面から向き合い、そしてそれを正すことが重要なのではないでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。